お疲れ様でした。ありがとうございます。今日はフラットさんのランチライブでございました。はい、ね、ありがとうございます。今日はなんかいろいろあちらもこちらも大変な中ありがとうございます。いえ、あちらもこちらも大丈夫でしたか？大丈夫でしたよ。面白かったけど、かゆそうな、かゆそうな素振りがだいぶマシになりました、ね、そういうとこ一番かゆいよね。なんかニーってなるよね。っていうか何をしてたらここに止まるんでしょう。そう、僕は意味がわからない。気づき ね、それもまた刺されるまで気づかないと、ね、そうですね、はい、ね、どうでしょうね、今日はランチ、そうか、はい、ランチライブはでもいいですよね。なんかこうゆったり、そうです ね、なんか柔らかい雰囲気で、まあ、歌の時はちゃんと、喋るの時はゆったりと、ね、そうそうそう、なんかそのお客さんもそのメリハリみたいなのも ね、そうですね、こう楽しんでいただけたらっていう感じですけれども、なんか7月からお客さんを入れてのライブ、うんうんうん、いや、まあ、ようやく1ヶ月、もうすぐ2ヶ月ですけど、うん、お客さんもなんかこう、いい頃合いを見つけはった感があります。ね、そう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 。なんかわーわー騒いだらダメやけど、そこまで到達せずとも楽しむみたいな雰囲気をちょっと、ね、そうそう、でもなんかね、だからあの手拍子とかしていいんかなみたいなのが、そうですね、初っ端は、ね、もうだから初っ端はまあまあその空気感すごかったんですよ、ね、そうそうそう、あの、どうしようみたいなね、そうそう、それがちょっとずつね、そうですね、ゆるんできた感じですね。そうだから、なんかもう楽しむ分にはね、なんかこう思いっきり楽しんでもらいたいですよ ね、なんか監視カメラがあるわけでもないので、そう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 、まあ配信はしてるけどまあ一応限定なんでね、そうです、はい、そうそう、政府の人とか見れるわけじゃないし、政府の人だからこの動画でも見るなそうか、まあいいでしょう、大丈夫です、ね、でもほんまになんかで、なんか楽しむことを奪われてしまうと ね、なんかやっぱり人間やっぱりちょっとね、生きてる意味ないんちゃうみたいになりますしね。せっかくそこにいるんやったら、そう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 、何かしらは ね、普段とはちょっと非日常じゃないですけど、そう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 、やっぱりなんか日常を忘れにというか、そうですね、いろんな日々ね、忘れ、まあ嫌なことは忘れて、はい、ね、またいいことをいろいろいろんなことを思い出して、ね、そういうためにライブがあるのでね、そんな感じですが、ね、また新曲発表ライブがありますけれどもね、でなんかもう今日の感じはもう順調に、さすがポンちゃん、まあなんか作ろうかなと思った時にパッと、うん、あ、いいなって思うのがちょっとあったので、おそれ最近はこう新曲発表に向けて、うん、2つ3つメロディーを考えるんですよ。おで、まあ、どれが合うかなと、うんうん、歌詞がこれハマるなっていうのと、うんうん、っていうのをなんか選ぶ作業に今後入っていくかなって感じですね、うん、なるほど。そういうのって割ともうどんどん浮かんでくるタイプ、はい、なんかまあ昔は結構鼻歌で作ってたんですけど、うんうんうん、今はもうちょっとじゃあちょっとやってみようと思って、うん、ギター持って家でポロポロって弾いた時に5分以内ぐらいでそのまま続けるかやめるかを選択します、うんうんうん、あ、なるほど。5分やって、あ、全くダメならもうやらないし、うん、あ、5分やって、あ、いいの出そうってなれば、うんうん、そっからちょっと詰めてやります。おお、なるほど。 でその出てくる時と出てきてる時が、そうですね、はい、なるほどね。こうなんか海の作業っていうか、そのまあ曲作る作業っていうのはどっちですか、はい、楽しい方ですか、それとも楽しいです、苦しむ方ですか。楽しむ方、僕は楽しいですが、うんうん、なんかできた時に、うん、まあ例えば撮っといて、うん、後から聞いて、うん、なんやこらっていうのもありますけど、まああとはなんか似てんなってずっと思いながら、うんうんうん、曲とか難しいよね。なんかあの頭に残ってるフレーズみたいなのがどうしてもねあるからね。そうなんですよね。でそれにそのどの曲っていうのが明確に分かればいいけども、そうなんですよ、あのフレーズが出てきてるんやけどそれが何やったか分からん時ってあるよね。 それがオリジナルなフレーズなのか、相方の曲パクるのあるじゃないですか、うん、変な話全然ありじゃないですかそれって、うんうんうん、で、まあ、僕自身が昔作ってた曲をちょっとアレンジするとかもありなので、うんうんうん、そうやね、そう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 、そういうのもやっていきつつ、なるほどね、そうか、まあ、またじゃあ次回は新曲楽しみにしております、はい、があれですよ、次回のランチライブのメニューをまたここで、はい、ほんまや今日何でしたっけ、忘れてるなと思ってて、今日ポンからですよ。今日はめちゃめちゃスペシャルやったんで、そうや、めちゃめちゃ豪華やったで今日。だってポンからにピラフにピリ辛キュウリがついてましたから、
そしてピピピ、そう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 、まあプリン、プリンのようなチーズケーキがついてました。来月は9月、はい、まあ、何がいいかな、9月何やろう、9月って何やろう、何やろう、秋がちょっと近いので、秋メニュー、あ、メニュー好きなものは、すみません、秋という、うん、秋で好きなものは、まあ、僕芋好きなので、うん、あ、なるほど、栗とかさつまいもとか好きですけど、美味しいよね、その辺を使うと大変じゃないですか。あ、でもさつまいもとかいいんちゃいますか。じゃあさつまいも系、さつまいも系でもおかずになるってない。そうなんですよね、むずいですよね、おかずっていうのが難しいね。栗ご飯、一瞬なんか栗ご飯ありかなと思ったんですけど、うん、栗ご飯と味噌汁とみたいになるじゃないですか、ね、まあ確かに普通のご飯や、まあ、ご飯で小鉢2品選んでくださいみたいなのになるんでなんやろうな。あ、でもパッと見た感じちょっと楽、ちょっと楽、ちょっと楽、まあそんなに手間がかからないような、ありがとうございます、もう方がいいじゃないですか。ありがとうございます。まあ僕がさつまいもで好きなのは天ぷらとか好きなんですよ。あ、いいね、さつまいも、それはもうさすがになんで。あ、さすがにですか。めんどくさいですよね。いや、そんなことないですよ。天ぷらとか作ったことないんで分かんないです。あ、全然全然、さつまいもの天ぷらとかめっちゃ、でもまあ天ぷらがあれば、うん、あ、じゃあそれシリーズでさつまいもとなんか、まあ、そこにだから僕さっきタコの天ぷらが見えちゃったんで読んだんですけど、ほんならなんか揚げれそうなやつ、揚げます、天ぷらシリーズでさつまいもとタコの天ぷらのなんかこう盛り合わせみたいなとか、はい、ピーマンとかもちょっと入れて、ね、はい、盛り合わせみたいにします。はい、さつまいも秋の味覚盛り合わせ、それ僕試食しましょうか食べたいだけじゃん、それ食べたいだけじゃん、食べたいだけ、それさつまいも、あ、いいですね、でもそれさつまいもってプラ間違いないもんね。で、まあ、僕個人的には塩派なんですよ、うん、あ、なるほど、ポンチちゃうわ、天つゆじゃなくてね。そうです、ただまあ天つゆの方もおられると思うんで、ね、そこはまあお好みでみたいな感じで、そうね、じゃあ両方つけましょうかね。なるほどなるほど、あ、でも絶対いいと思う、私もさつまいもはってなれば、別にご飯とかなくても女性やったら天ぷらとなんか、例えば何ですか、それに合うスープ、天ぷらと何やろ、スープってなんか、あれ何が合うんですか。天ぷらに合うスープ？ないですか。味噌汁に合う。味噌汁。あ、そっか。じゃあ。だからそれ豚汁。あ、豚汁にしようか。いけますか。豚汁いけ。だからさつまいもが野菜系やから野菜の天ぷらと、はい、秋の野菜天ぷらと、はい、豚汁やったらお肉と野菜で、はい、栄養のバランスとかまで考える。いけそう。ご飯は絶対いらない。豚汁と、まあ野菜の天ぷらで、はい、ご飯いる人は、まあ、なんか単品で頼んでくださいみたいな。将来そうじゃなくて、100円するから、いいんじゃないですかね。また秋っぽくて、まあ、天ぷらええな、天ぷらが食えるライブ。じゃあ、お前なかなかないね、なかなかない。じゃあ次回あのは関係ない人食べにね、それをね、そうそうそう、いいじゃない、楽しみにしてますから。次回まで試食を作り置きたいと思います。はい、よろしくお願いします。ということで、まあね、まだまだちょっと暑いですけれども、はい、頑張ります。乗り続けいきましょう。今16日ですね、よろしくお願いします。ありがとうございました。ポンちゃんでした。ありがとうね。